皆様、こんにちは。今日は2021年12月16日木曜日です。今日のテーマですが、北京のオリンピックボイコットについて、そして中国では不動産購入キャンペーンが始まりました。中国の不動産市場、全国の不動産販売の実績について皆様に報告したいと思います。 そして不動産の在庫についても話をしたいと思います。まずニュースです。一つ、オーストリアは発表しました。新しい総理、ナイ・ハーマーと言いますが、総理、新しい総理ですが、北京のオリンピックに対して官僚と外交官は派遣しませんと。でもこれは、これはボイコットではありませんと。中国のコロナの対応が厳しいですので、我々が行っても、 オーストリアの選手には会いませんので、我々は国内で応援するからというふうに言いました。まだ、フランスの政府はすごいです。完全にボイコットを拒否しました。ボイコットをする意味がないですよと、フランスの大統領は言いました。フランスは2024年、パリでオリンピックを開催されますので、中国とは対抗したくない姿勢です。 そして中国政府は当然ですが大変喜んでいます。フランスの選択を大変評価していますので、そして当然ですが利益を与えようと言います。12月14日、中国とフランスある契約をしました。経済と貿易の協定を結びました。内容としてはフランスの国内で アフリカ、豚、これらを発生しても影響はないんです。他の地域の産地の豚肉は継続的に中国へ輸出は可能ですよと。中国っていうのは豚肉の消費の大国です。フランスにとって中国っていうのは大きな市場なんです。2020年、中国はフランスの輸出のほぼ3分の1を吸収しています。本来であれば EU、欧州連合では 豚これらが発生しましたら、この国、また EU 以外の国に対しても、生きている豚であっても、豚肉であっても、豚肉を使った製造したもの、例えばソーセージなどですが、輸出する,するそのルートを閉鎖することになりますが、これが EU の法律です。ドイツはこの影響を受けていますが、 中国への輸出はできない状態です。フランスの豚肉委員会の関係者は言いました。本当に幸せですと。EU の中で我々だけ豚肉を輸出できます。この問題でフランス、我々の政府と何年も交渉してきました。やっと実現できましたというふうに言いました。フランスというのは本当にどうかなというふうに思いますが、去年ですね、 もう今のくらいで、今というかおかしいんですが、去年は中国は一番ひどくなって、次もうフランスでしたね。フランスと中国の関係は非常に親しいですので、たくさんの中国の、まあ、旅行者もそうですし、まあ、当時ですが、そして、 フランスで経営するお店などそうですし、そういう工場も経営する中国人も多いですし、フランスの感染者は急に上がったんですよ。それから忘れたでしょうか。中国政府は医療,医療隊員を派遣しました。そして PCR 検査のキットを送りました。すべて無効でした。もう入れないというふうに言われました。これについてはもう忘れたでしょうと私は思います。 外交のボイコットを現在宣言したのはアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、一応スコットランドと言いますが、そしてリトアリニアありますので、ニュージーランドは特別なんですが、外務長官は言いました。コロナの影響を考慮して外交官は行きませんと。これが今ですね、私から言いますと、ニュージーランドスタイルだと言いますが、 つまり外交官、そして政府の官僚は北京のオリンピックに参加しませんが外交的ボイコットだと宣言しません。 現在、ニュージーランドスタイルはとても人気なんです。EU 諸国はマネー使用していますので、EU は現在まとまっていないんです。やはりいろんな考えている国がバラバラですので多いんです。でも単独で発言をしていますので、例えばオーストリア以外にベルギーも同じなんですが、 ベルギーの方がもっと面白いんですが、EU はどうであれ、我々は外交官、政府の代表は行きませんよ、というふうに言っています。でも、ボイコットではありません、そういうふうに言っています。この中では、日本は一番難しいと思います。G7 もそうですし、の一員として、まあ、非常に難しい選択なんですが、 中国は逆に日本に呼びかけていますので、そして国際的な場面で呼びかけています。まあ、これはやはり日本の顔もありますので。まあ、当時ですが、日本東京オリンピックに対して中国政府は精一杯支持しましたと、2000人以上の関係者、選手を派遣しました。報道、中継、メディアも全力支持しました。 こちらですが、中国で大きく報道されています。中国の車、トラック、この中継ですね、のトラックですが、日本の街で走っていましたと、東京の方ですね、あの、オリンピック会場に行って中継をしますと。このように精一杯を支持してきたのに、東京オリンピックのその、 賑やかな雰囲気を協力しましたと。今になって指示してくれないですかというふうに聞いています。みんなうことをするし、日本だけはやってはいけませんよというふうに逆に言っていますので、もうこれは日本の方にすれば非常に難しいんですね。そして真偽を守ってくださいというふうに言われましたし、 日本としては非常に難しいんですね、まあ。当選選手でしょうか、コメントでも書かれてあると思いますが、まあ、もしその約束があったとしたら、やはり審議を守らないといけないというコメントもありましたが、やはり日本というのは非常に難しいんですね。道義上では支持してくれましたし、まあ、結果としては日本はですね、多分外交官、政府の代表というのは来ないと思います。でも 東京オリンピック、そのオリンピック団体の代表としては来ると思います。そうすると、官僚とか外交官ではないんですが、でも礼儀上としては通じます。つまり、まあ、恩返しというのはお返しですね、しますよという意味ではありますので、なので、日本というのは本当に特別なんです、と私は思います。2、中国の社会のニュースですが、 河北署の出来事なんです。とても信じられないと思います。お父さんは自分の子供を売りました。洋さんです。2012年から2020年かけて8年間。奥様と男の子2人、女の子3人出産しました。子供は5名ですので、1人当たり2万元から8万元です。約35万円から140万円の値段で、まあ、全部売りましたと。 合計は15.8万件、約280万円ぐらいです。子供すべて売りましたと。そして法廷では裁判となって、裁判となったというのはおかしいですが、逮捕されましたと。やはり売ってはいけませんので、懲役10年、そして罰金1万5千件、約万円 え、27万円くらいです。そして、違法的な収入、15.8万件を全部没収します。というふうに発表されています。その中、被害者というのは、当然、子供もそうですし、そして、顔がまおかしいですし、中国ではこういう売買はあります。なので、子供の行方不明とか、非常に多いんですよ。これについて、まだ、機会がありましたら、話をしたいと思います。 不動産の市場について話をしたいと思いますが、まずは売れていません。そしてこちらの表というのは単位というのは億元の単位ですので、11月の販売実績ですが、不動産100社一部発生しまして、No.1 というのは一番売れているのはビーグインですが、2番はバンカーですね。3番は 高台不動産のはずですが、でも、えー、マイナス、もうマイナス100%ですが、ゼロです。11月は売れていません。ゼロです。昨日の動画で話をしました。そしてこちらはトップ5社ですが、平均あのマイナス39%です。トップの6社ですが、平均33%です。マイナス。そしてトップの6社から10社ですが、トップの20社から21社から50社。 ですが、これはマイナス41%となりますがこちらはですね非常に売れていないというふうに言いますがこのマイナスというのは、えー、先月10月と11月の比べですので先月と先々月の比べて、この ようにな,なりました。地域的にと言いますが、南側、上海、深泉、高層省、石膏省、去年の1四月と比べて31%の減です。今年の10月より、まあ、先々月ですが8%の減です。継続的に減ってきていますと。中国の不動産、最も高い地域はこの状態なんです。上海、深泉、高層省、石膏省、高いんです。 経済が最も発展する地域でもここなんです。そして、制度途中継ですが、去年より42%の減です。今年10月よりプラス21%です。少々のプラスです。この状態は続くと思います。売れないから値段は安くなっていきます。なぜなら在庫が増えてきています。以上は新築不動産の販売状態ですが、 売れない原因というのは、全体的な雰囲気が良くないんです。政策としては、不動産税、まあ、固定資産税と言いますが、出てきました。また、高大不動産のような不動産があります。やはりみんなは不安です。そして、就職の状態、全体的に良くないんです。この状態で不動産は売れないんです。そうすると、全国の不動産の在庫は増えてきました。ある意味、売り残りの 物件ですす。ね、増えています全国では新築不動産売れていない面積というのは5.2億平方メートルです。とってもとても広いんです。しかし、これからも増えると想像できます。現在、2016年以来5年間で一番売れない時期になりました。在庫が多いです。そして需要が少ないです。つまり、供給は需要を超えました。そうすると値段は下がりますので、 在庫が多い都市ですが、深圳がトップワンです。次は東岸、東慶州です。深圳っていうのは外来人口が多いですので、みんな深圳に行って、深圳で稼ごうとします。仕事があるならですが、 これから新鮮は全国的にそうですが、就職はあまりないんです、うん。できないんです。仕事はあまりないんですので、新鮮にいても生活費はだけかかりますので、そうすると田舎に帰ってしまいます。そうすると不動産の需要はやはり減ります。この状態で、 政府は焦りました。地方政府は政策を出しました。12月からです。少なくても私が知っている限りですが、19の都市は政策を出しました。不動産の購入を支持するという姿勢です。内モンゴル、河南省、河北省、湖北省などですが、例を挙げます。中計はまず2ヶ月不動産キャンペーンをします。購入キャンペーンをしますと。契約の税金を無料にしますと。 契約の税金っていうのは90平方メートル以下ですので、ですと不動産の価格の1%と,となります。90平米を超えて144平米まででしたら、結構大きな物件が出てくると1.5%になります。その総額の1.5%です。河南省では5ヶ月以内不動産を買うと免税ですよと。何年のという年ですが人材を受け入れますと。 A 人材というのは200万円の不動産購入補助金を出しますよと。B 人材というのは120万円支給しますよと。しかし、これは非常に難しいんですね。その人材かどうか認定するというのは曖昧ですので、多分これです。 あれですっていうのは勝手ですので、だいたいクリアはできないんです。ただし、また他の、例えば B1、B2 とかもありますので、私は省略しました。30万件とか40万件の補助金もありますので、つまり、まあ、人材でなくても少々の人材であっても、例えば大卒でしたら、もう人材だと認定されて、そういう理由を作って多少の補助金を出しますよという意味ではあります。 他の地域においては子供の数によります。子供が2人、1平米300元補助金を出しますよと。子供が3人でしたら400元補助金を出しますと。農民は都会で不動産を買うと、1平方メートルにつき600元の補助金を出しますよと。まあ、日本とか先進国では大体不動産を積極的に買ってほしいというのではないですね。まあ、賃貸でしたら、 政府としては補助金を出しますよっていう行動はあると思います。日本でもアメリカでもあると思いますが、ドイツもそうですし、香港もありますが。でも中国の場合ですが、賃貸でしたら支持とか支援しませんので、株なら出しますよという意味ではあります。中国の政府ですが、やはり計画経済を信じています。買ってほしい時に政策を作りますので、市場経済ではないんです。 国民っていうのは政府の需要に応じて購入しています。まだ禁止でしたらもうやはり購入はできなくなってしまいます。最後、みんなニラになってしまいます。ニラっていうのは根っこが残っていればいくら伸びてですね、すぐ切られます。利益がありましたら切られたりとか、そういう繰り返しされていますので、この状態で不動産を買う人は私の周りにはいないです。 でも、そのニュースとかで見ると、やはり買う人は言っています。でも本当に少ないと思います。一番大事なのは、頭金をですね、ゼロにしますよとか、1%でもいいですよとか、そういう政策もありますので、これは非常に難しいですね。大体、今まで買おうとしても買えなかった人たちは、これがチャンスだと思って買ってしまいますね。まあ、どうしても頭金が。 いいらなととか言われるとやはり買おうとしますそして銀行としてはこれから積極的に出しますよという姿勢は出しますのでこれでやはり誘惑されて買ってもいいというふうに思うことは出てくるというふうに思いますがただしこれは落とし穴ではありますのでこれから固定したんぜというものは出てきますので非常に変わるというふうに思いますがやはり見ていきたいというふうに思います。 この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。